つもご視聴ありがとうございます。本日は Y50 フーガのおすすめなグレード&エンジントップ5について話していきます。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日の内容に入っていきましょう。Y50 フーガの前期と後期の違いや現在の中古価格については過去に動画を作成していますので、概要欄にリンクを貼っておきます。 Y50 フーガのエンジンは前期も後期も V 型6気筒の 2500cc と 3500cc、 そして V 型8気筒の 4500cc の3種類があります。2021年現在ではエンジンやグレードに関係なく、どれも100万円以下で乗り出しが可能です。年式的にも古くなってきましたが、中古価格はバーゲンプライスになってきております。それではランキング形式になりますが、 Y50 フーガのおすすめなグレード&エンジントップ5を順番に発表していきます。Y50 フーガおすすめなグレード&エンジン第5位が前期 250GT です。 Y50 フーガの売れ筋であった 250GT 前期を選ばせていただきました。 Y50 フーガ 250GT のスペックを見ていきましょう。を見ていただきました通り、ハイオク仕様でトルクも馬力も十分以上にあります。 Y50 フーガの中では一番排気量が小さい車ですが、街乗りから高速までパワー不足を感じる場面はないエンジンです。 Y50 フーガ 250GT の前期に搭載されている V925DE エンジンは、後期型からはV9HR エンジンに変わっているので、このエンジンを体感したい人は今のうちに購入して体感いたしましょう。 Y50 フーガ 250GT の前期には他に 250XV や 250XVVIP がありますが、エクステリアのデザインがかっこいいベースの 250GT を選びました。 Y50 フーガ 250GT前期の中古車は現在30万円から50万円あれば乗り出しが可能です。 Y50 フーガおすすめなグレード&エンジン第4位が前期 350GT スポーツパッケージです。19インチアルミホイールを履いた走りのグレード前期 350GT スポーツパッケージを選びました。他にも 350XV、VIP などもありましたが、エクステリアのデザインと走りで、前期の 3500cc クラスは 350GT スポーツパッケージが一番良いと思いました。Y50 フーガ 350GT スポーツパッケージのスペックを見ていきましょう。スペックを見ていただきましたが、ハイオク仕様で馬力もトルクもかなりあります。 3500cc あるのでもちろん高速道路でも余裕のある走りができます。 Y50 フーガ 350GT の前期に搭載されている V935DE エンジンは、後期型からは V9HR エンジンに変わっているので、このエンジンを体感したい人は今のうちに購入いたしましょう。 Y50 フーガ 350GT スポーツパッケージの中古車は現在30万円から50万円あれば乗り出せます。 Y50 フーガおすすめなグレード&エンジン第3位が後期 250GT タイプ S です。
Y50 フーガの後期型の 250GT には標準の 250GT と豪華なタイプ P、 そしてスポーツグレードのタイプ S があります。 Y50 フーガはベースグレードでさえ高級感があるので、高級感とスポーツの両立のできるタイプ S を選びました。 Y50 フーガ 250GT 後期タイプ S のスペックを見ていきましょう。スペックを見ていただきましたが、前期型の 250GT と比べ少しエンジンスペックがアップしています。エンジンも前期型の V925 で E エンジンから V925HR エンジンに変更されています。 V9HR エンジンは最大7500回転まで回るエンジンなので、カタログスペック以上に力強い加速をします。V925HR エンジンは現行の Y51 フーガにも搭載されているエンジンで、2021年現在でも活躍しているエンジンです。現在私は V9HR エンジン搭載の V36 スカイラインに乗っていますが、街乗りから高速までパワー不足を感じる場面がないです。高速道路での合流加速や中間加速でもパンチ力があり速いです。前期型から後期型になり、内外装のデザインが変わり、 DVD ナビから HDD ナビに変更となっています。 Y50 フーガ後期 250GT タイプ S の中古価格は60万円から100万円あれば乗り出せます。Y50 フーガおすすめなグレード&エンジン第2位が後期 350GT タイプ S です。 Y50 フーガ 350GT 後期には標準の 350GT と 4WD モデル、そして豪華なタイプ P とスポーツグレードのタイプ S があります。 350GT タイプ S も 250GT タイプ S 同様、高級感とスポーティーを両立しているため、今回 350GT タイプ S を選ばせていただきました。 Y50 フーガ 350GT 後期タイプ S のスペックを見ていきましょう。スペックを見ていただきましたが、前期型の 350GT と比べ最高出力が33馬力上がっています。エンジンも前期型の V935 で E エンジンから V935HR エンジンに変更されています。 250GT の後期と同様で、内外装のデザイン、そして HDD ナビに変更となっています。V935HR エンジンは現在ハイブリッドエンジンとしてスカイラインとフーガやシーマに搭載されています。 Y50 フーガ後期 350GT タイプ S の中古価格は50万円から100万円あれば乗り出せます。 Y50 フーガおすすめなグレード&エンジン第1位が後期 450GT タイプ S です。国内での日産最後の V 型8気筒エンジン搭載車である Y50 フーガ 450GT タイプ S を第1位とさせていただきました。 450GT 後期タイプ S にした理由は、 250GT や 350GT の後期タイプ S と同様で、内外装のデザインや装備が充実しているためです。Y50 フーガ 450GT 後期タイプ S のスペックを見ていきましょう。
スペックを見ていただきましたが、333馬力、最大トルク46キロもあり、モンスター級のスペックとなっています。Y50 風が 450GT の VK45 で E エンジンは、格上の F50 シーマやプレジデントにも搭載されていました。Y50 風が 450GT の VK45 で E エンジンは、シーマやプレジデントに搭載されていた VK45 で E エンジンより53馬力ほどパワーアップしています。日産最後の V8 エンジンであり、V8 の加速やサウンドなど今後乗れなくなってしまうので、今のうちに体感しましょう。Y50 風が 450GT 後期タイプ S の中古価格は50万円から100万円あれば乗り出せます。しかし Y50 風が 450GT の中古車の台数が全国的にかなり少なくなってきています。以上が日産 Y50 風がおすすめなグレード&エンジントップ5でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。